なるほど。ありがとう。いや、もうここはええ。せやった。ここの親父、礼儀には厳しいんやったな。失礼しまーす。おお、さっきのお前らか。だいぶ礼儀正しくなったやないか。あの、鳥海さんについてやけど。おいおい、俺はあいつに何の恨みもあらへんわ。でもおじちゃん、あの人が土地の買収に関係してたって、どうして最初から知ってたわけ？聞いたんや、本人から直接。せやけど俺はほんまにやってへんわい。すまんけど念のためや、アリバイ聞かせてもらおうか。その頃はここで飯食うとったわ。まあ他に人がおったわけとちゃうから証明できへんけどな。この目を見て信じてくれな。なるほど、ありがとう。なあ工藤、お前犯人分かったか？いや、まだ何とも言えねえが。これで終わりとは思えんちゅんやろ。ああ、なんだか嫌な予感がするんだ。俺も同じや。この事件はよとかんとな。声は、いや、そこにいるのはコナンとヒージじゃねえ。おっちゃん、何しとんねんこんなとこで。事件が呼んでる、呼んでるんだよ。この世紀の大名探偵、毛利小五郎様をな。何が世紀の大名探偵だよ、ったく。やれやれやな。工藤、どないする？しょうがない、蘭のところにでも連れて行こうぜ。ほんま、世話のかかるおっちゃんやで。よっこらしょっと。なんや、これが駅で買うたっちゅう新聞やな。工藤、お前持っとけや。あ、ああ。ん？お、おい、見ろよ。例の古墳泥棒の記事と一緒にこんなものが載ってるぜ。どうやら古墳内部の図形らしいが。これは、まさかさっきのダイイングメッセージ？おまけに、盗まれた御賢獣の像は、獅子、魚、イノシシ、猫、鳥とある。魚と鳥、はっ、まさか。服部、どうやら全てがつながってきたぜ。ああ、呼び出し状にあった魚と鳥は多分この五拳銃のうちの二つを差し取る思て間違いないやろな。となると、それを持ってこいと言われた魚住と鳥海は例の古墳泥棒の一味かもしれないわけだ。
けど、まだ決めつけるんには早いな。とにかくまずはこのダイイングメッセージや、なんかわかるかもしれへんで。1から5の獣とはそれぞれ5拳銃のどれか一つを指しているみたいだぜ。なるほど、つまりうまいこと全部を当てはめていけばええんやな。いいか服部、こいつは獣の王様、つまり百獣の王という意味だ。すべてを見下ろすというのは、つまり一番高いところにいるということだ。となると、その動物は5つのうちどれだかわかるだろう。すべてを見上げるというのは一番低いところにいるということだ。地面よりも低い場所に住んでいる動物が中にいるだろう。駆け進むとはものすごい勢いで走るということだ。となると、こいつは十二支の中にも入っているあいつじゃねえかな。おそらくこいつは三に当てはまる獣が大好物なんだろうな。ってことは、まず三の獣が何かを考えてみた方がいいだろうな。けど、そうなると文章が一つ余るな。そして三の獣が全ての始まり。ちょい待ち、こいつもしかして。おい、この配置そのまま各異国間に当てはまんねえか。なんやて。獅子はサバンナ、猫はアラビア、イノシシはそのまんまか。なるほど。となると、ダイイングメッセージの意味やけど、そういや、あのメッセージどっち回りに書かれていたかいな。鳥海は書いてる途中で息絶えたんや。せやから最後の線の切れ方を見ればわかるはずやけど。そうや、あれは明らかに左回りに書いとる。そして服部、魚の家と渡り鳥の館は左回りに並んでるぜ。そうか、あのメッセージ殺人が起こる順番を示しとったやな。ああ、おそらくな。となると、次はサバンナの家っちゅうこっちゃな。行くぜ服部。おっちゃん、すまんけどさっき忙してもらうで。みん、おい、そこまでにしときや。今回は獅子の像。なるほど、そのナイフで殺した後、また呼び出し状を半分に破って、横にあるライオンの白線にでもかませて偽装するつもりやったんかな。周囲は警察が完全に包囲した。さあ、観念してもらおうか。
何？しまった、ライトのコード。くそ、なんちゅうやっちゃ。非常灯か。兵ちゃん、 おい犯人が消えた。いや、見ろ、あそこ抜け穴か。行き先はおそらく下水道やな。くそ、今度こそ。服部、ちょっと待った、この男は獅子崎。そうか、こいつも一枚噛んどったんか。ああ、例の古墳泥棒、やっぱり異国間のスタッフたちだったようだな。それにこの呼び出し状。ああ、けどこのマーク、例の俺を小さくした組織の人間が使ってるマークだ。なんやて？それやったらあいつも。大竹庵、俺らは犯人を追う。獅子崎の方を頼むで。わかった、気ぃつけてな。大丈夫や、任せとき。セーブ、ちょっと待っててや。どのファイルがええんや。セーブするで。終わったで。やっぱり下水道、予想通りやな。ん？何や？まさか、あの音は。おい、急がないと。言われんでも分かってるっちゅうねん。またや。服部、ここに操作パネルが。ん？これは一体。おそらくさっきの光がヒントじゃねえか。なるほどな。ほな、一丁やってみようか。さっき見た光の順番でボタンを押していけばええんやな。